はいどうも、チャンネルはリュウです。はい、今日はですね、馬に関してお話ししたいと思います。馬、こちらですね。馬です。馬、はい、馬、実は、あ、ユーマか。はい、馬じゃなくてユーマでした。未確認生物ですね。はい。まあ、一回滑るんですけど、この手のね。はい。これ、まあ、でも、じわりじわりとね、ボディーブローに、こう、壺に入ってる人もね、全世界ではいると思うんですよね。例えば、ね、どうです、アフリカの方の方とかね、意外に壺ってるかもしれません。はい。で、その中でもですね、人魚。人魚といえば、何ですか？リトルマーメイドとかですかね。可愛いですよね。はい。リトルマーメイドとかね。はい。で、こんな人魚いたらいいですよね。で、実はですね、で、人魚なんですけど、ブルガリアの、ウラダヤ川で美しい人魚の死体が見つかったっていう情報があるんですね。それがですね、こちら。じゃん。なんとまあ、美しい人魚の死体が上がっております。はい。ね。はい。こんなのがあるんですよ。でね、あとはですね、実は日本でも、江戸時代に、人魚のミイラは工芸品としてですね、輸出されてたんですね。そんな情報が実は、あります。昔のね、江戸時代のこんな風に書かれてね、人魚売られてたんですよ。はい。で、この人魚なんですけど、実はですね、工芸品として売られてたのは、上半身がこう、猿。で、下半身が濃い、これのですね、死体をつなげて、人魚を、作っていたという情報があります。で、ちなみに先ほどのね、美しい人魚、ありましたけども、こちらですね、美しいですね。こんな人魚いたらいいですね。はい、これはですね、実は映画の撮影用に、作られたもので、偽物です。はい。まあ、世の中にはね、偽物の情報もまあたくさんあるということで、にしてもね、ちょっと楽しいじゃないですか、こんな情報。偽物でもね、わあ、こんな人魚がいたらいいな、みたいな話になりますからね。もう偽物の情報も本物の情報も楽しんでいければな、と思って、あえて偽物の情報を、話してみました。はい。ということで、はい、こちら、LINE でね、友達登録キャンペーンをやっております。はい、チャネルアリューと LINE で友達になってください。あと、この動画の下に、私のホームページ、アメブロのリンクも載せてありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、チャネルアリューでした。